帰ろう。さっきの話だけど、友達とかはできたのかな。千尋ちゃん、そっか。ほら、やっぱりちょっと心配になるでしょ、転校してすぐの時期って。そんなもんだよ、年上の私としては。玄関のところで待っててね。あー、もうすっかり快晴だね。やっぱり晴れている方がいいよね。ポーリお姉ちゃんでしょ。はいは1回なの。うん、塾はこのまま直行だよ。家に帰ると疲れが出ちゃうから。そんなものだよ、それは。直行は直行だけど、少し時間が空いちゃうから、それが間が悪いなって。そこまで頑張るのも辛いかなって。夜だって遅くまで勉強してて。京介だってわかるよ、同じ立場になれば。だって変な目で見てた。こうやってね、塾の教室の窓からぼーっと空を見上げていたり、え、そうかな、面白いけど。空の色とか雲の形とか、鳥が編隊を組んで飛んでいるのもワクワクするし。うん、あとは駅前のハンバーガー屋さんに入ったりとか。お腹が空くわけじゃないけど、シェイクが好きなんだよね。どうしよう。バリカンか、じゃなかったら私がおごるよ。私の方が年上なんだから。
京介は何がいい？何でもって言っても困るよ。あ、じゃあコーラとバナナシェイクください。京介飲まないの？あ、急に好みが変わったりするのってね、癌の兆候かもしれないんだって。うん、だから変わらない方がいいんだよ。それよりも、通りじゃなくて、通りお姉ちゃんでしょ？うん、よろしい。ひろこじゃないでしょうが、奥歯ガタガタ言わしたのか、ほんま。ああ、もうこの忘れボタン、どうしてそう忘れっぽいのかな。うん、わかればよろしい。速攻で来てよね。3分くらいで。